弦楽四重奏曲第3番に蝶々作品44から1はフェリックス・メンデルス・ゾーンが1838年に作曲した弦楽四重奏曲である。作品44は3つの弦楽四重奏曲からなる。蝶々の第3番と第5番が作曲されたのが1838年で、単調の第4番は1837年に作曲。 1839年に改訂されている。1838年にはメンデルスゾーンの長男カールが誕生しており、曲の持つ明るい雰囲気を一家の刑事に結びつける見方もある。以前に書かれた第1番と第2番はベートーベンの後期弦楽四重奏曲の影響下にあり、それらの楽曲を研究した成果を発揮したメンデルスゾーンであったが、 第3番からは独自の語法の発露が見られる。作品44の3曲はまとめて、スウェーデンの敗退師バーサコーグスタッフに検定された。演奏時間は、約30から31分メンデルスゾーンの他の、弦楽詞重奏曲同様、4つの楽章から構成されている。モルトアレグロビバーチェヨン、4拍子に蝶々そなた形式。多様な要素が盛り込まれた意欲的な楽章。 冒頭より、活気のある、第一主題が提示される。フレイ1主題に続く、フレイ2の重層的にうねるような楽層は、以降も、学章中でたびたび現れるためずよく印象づけられる。第1バイオリンは、当初のびやかな旋律を奏でるが、間もなくうねりの中に加わる。フレイ2、フレイ1、フレイ2が、やや変形を加えられながら再度同じ順番で、 そうされて確保された後、第2主題が A へ、単調に現れる。フレー3第2主題が静かな上昇音階で終わりを迎えると、フレー1を用いた、結尾区が30小節続いて、定時部を締めくくる。なお、定時部の終わりには、反復が指示されており、フレー1の2小節目からの繰り返しとなる。展開部は、第1主題から始まるものの、すぐに、 フレー二の展開へと移り、展開部全体の3分の1がこれに費やされる。残りの3分の2は、第1主題を用いたものとなり、主題のリズム素材を利用して、精力的に展開されていく。再現部では、第1主題に続いて、フレー二もほぼそのまま再現され、第2主題が、タン調で続く。コーダ前半では、対位法的思考を存分に聞かせ、後半は、 第一主題を基本としながらも終了直前にフレーニを再度登場させ、そこから息の長いクレッシェンドをかけて競争で楽勝を結ぶ。メヌエット、ウンポコアレグレット3、4二長長3部形式。メンデルスゾーンはベートーベン以降一般的となっていたスケレッソではなく優美なメヌエットを採用した。前奏なしに豊かな旋律が奏でられるところから楽勝は開始される。 フレイ四ン中間部では単調に転じ、フレイ五に示すような八分音符による連綿たる音楽となる。フレイ五その後は、フレイ四ンへと戻って進められ、終了直前に、フレイ五が顔を出して、弱音に終始する。アンダンテエスプレッシーボマコンモートに、四拍白単調低弦部のピッツカートの伴奏に乗り、フレイ六が奏でられる。フレー録終止を穏やかな調子を崩すことなく、 進められる中でも、給付を含みカンタービレで奏されるフレーナは印象、深い。フレーナ第一バイオリンのカデンザ様の独創部が、長いトリルで終わりを迎えると、短い結ビクを経て最後は、弱音のピッツェカートで楽章を閉じる。プレストコンブリオ12、8拍子に超長舞踏性のある、リズムが、技巧的に奏される活気あふれる楽章である。 全学章までの静寂を破る強い調子の前奏で始まる。フレイ8の前半部、後半部はそれぞれ学章中の至る箇所で用いられることになる重要なものである。フレイ80小説目でトレモロの伴奏の上に提示される主題はフレイ9の通り。フレイ9続いて登場する委長長の旋律は穏やかな性格で活発な他の素材と対比される。 フレイ10曲はこれら3つの要素が複雑に入り組んだ形で構成される。しばらく発展すると強そうでフレイ8が回帰してフレイ9、フレイ10が続けて出されるがフレイ10は変度長調となる。その後も主にフレイ8に基づく一気つかせぬ展開が行われ最強音での1オクターブ高い音からフレイ9が再現されると今度は2長調となったフレイ10が続く。 以降勢いを緩めることなく、進められ、充実したコーダを経て、ホルテッシモで全曲の幕を閉じる。ありがとうございます。